きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、今日はですね、はい、楽天です。はい、はい、起きました。どうでしょうかな。どうですか、良さそうですか。どうですか、はい、印象で。印象でここ3年、はい、出てきてるかな。でも早川投手とかね、ドラ1で、ね、うん、先発ロッテ守ってるし、パッチだよな。そんだってもう、あの入る時で言ったら、はい、いやもう新人王で、はい、何勝するんやろっていう、はい、これはっつったら、はい、もう1年目も10勝しなくて 9勝、うん、で今年ちょっと全体的に崩れてるよね。ちょっと勝てないね。あんまり勝てないですね。勢いないもんね。あー、そうですか。フォームのバランスも崩してるように見えるし、まあ、じゃあ振り返っていきましょう、はい、19年からいきましょう。19年ね、石井、うん、GM は、はい、小深田はウェーバー順では2位で取れる可能性があったが、うん、ショート3塁でレギュラーを争えると思っていると、うん、育成3位指名のハワイ大山崎は試合下選手を脅かすポテンシャルって言ってる、うん、はい、マーキーね、うん、いやでも小深田選手は前活躍してますよ。一瞬危なかったよ、去年。去年山崎に抜か、ああそう、ね、抜かれそうになって、はい、今年はね、いいで、いい感じで、うんうん、この間も2本スリーランね、ホームランね、カラカラから打ってね、はい、あれは大きかった、うん、で、うん、2位黒川、はい、3年目だけど、うん、なんか予想に反して出てこないね。あの一軍にいたりした時も序盤あったんですけど、けど打たないんだよね、うん、一軍だとなんかくるくるって言われながらも2割2分2厘でしょ、はい、で2軍では2割6分3厘、うん、まあ3年目だからね、はい、まあ、だから、まあ、来年大卒4年目でしょ、はい、だからまあ5年目ぐらいに来ればいいけど、なんか思ったよりキーン来ないね。まあそうですね、うん、まあ、内野まだ人がいるっていうのもあるんですけど、うん、で3位鶴崎、はい、なんかそんなパッとしないよね、うん、今ちょっとパーフェクトですね、うん、はい、11試合登板防御率 4.50、はい、2軍でも 3.65、うん、で1年目33試合登板 4.19、 2年目11試合登板 5.06、うん、ちょっとパッとしないね。ほい、で武藤敦樹、今年ね、今年結構いい感じで出てきて18歳でしょ、はい、そうです、まあまあまあ、うん、あの黒川より光ってんじゃない、まあ、3年目同じ ね、うん、ね、3年目としたら、うん、2割5分1軍で、はい、まあ、2軍でも結構打ってたしね、今年結構3割3分1で、うん、ね、そうスタメンで結構出てましたからね、うん、だからまあそこら辺はね、まあ、外野はまだ辰巳とかね、はい、そのまあ外交人も岡島、島内とね、うん、左の女タイプいるから、うん、あの怪我人が出たりしてね、はい、いいところでハマったけど、まあまあまあでもいい傾向だね。そうですね、うん、また来ると思います、これから、はい、福森、はい、あ、今育成になってます。あ、本当だ、怪我したのかな、じゃあかな、わかんないけど、まあ育成です、うん、はい、今期から育成という形になりました、うん、で滝中、はい、滝中投手は去年10勝してますから、去年ね、はい、よかった、今年グッといくかってなった時にちょっと今年は2勝8敗で 4.27、うん、パッとしないね、なかなかちょっと勝てずで、しかもここ最近緩急がつけてないもんで、ね、まっすぐだから走り悪いのかなっていう。あ、そうですか。で、水上投手、はい、保守キャッチャーです、うん、あのまだ出てないんじゃないかですかね、2軍で、うん、0割7分1厘36試合、はい、で江川、小峰、はい、山崎、澤、うん、野、小峰投手ね、出てきましたね、うん、今年ね、で山崎だってハワイ大でポテンシャルすごいって言ってるよ、はい、あの登録名マーキーになってるんですよ。あ、マーキー、うん、2割5分1厘ホームラン1本、ポテンシャル生かしてほしいですね、感じですね、はい、で20年、はい、三木監督、うん、チーム内で切磋琢磨しながら高め合っていくことが大事だ、部分早川投手のような力のある将来性の高い投手が加わるといろんな意味で影響力があるっていう、うん、抽選にあってて、はい、早川投手、はい、早川ね、うん、昨年24試合登板、はい、9勝7敗、防御率 3.86、うん、で今年17試合登板5勝8敗、防御率 4.02、うん、はい、ちょっとパッとせんな、うん、これはそうですね、あ、今日早川なんだ、負けんちゃうって思っちゃうんだよね。あ、そうですか、うん、今の早川見てると、はい、そのもう投げる前から、うん、それなんでなんですか、内容が悪いからピッチング。あ、そうですか、その強さもないし、うん、なんか踏み出して100離す時にもう60ぐらいになってるから、へー、そう、伝わってきれてないよね、なんか感じが、それなんかちょっとフォームが崩れてるっていうの、そう、バランスがね、そう、そういうふうに見える、うん、
だからその自分の持ってる力をロスパワーしすぎてる全体的にような感じがする。そうですか、うん、はい、だからもうちょっと練習方法とか変えた方がいいんちゃうかと思うけどね。うん、で2位高田、はい、あの、ね、1軍では1試合ですね、うん、2軍では9勝2敗だから2軍でいいんだよ。だからね楽天のね一つのね絶対的な A クラスに入れない要素はね、はい、あの2軍の帝王が多すぎるんだよ。2軍見ずつうわっと思うけど1軍来た時にパッとしないんだよね。うん、そこだね、そこを脱却していかないとね、その壁を乗り越えられるかという。で藤井聖、はい、いや出だし良かったよね。そう、あの初先発初勝利したんですよね、うん、いやめっちゃいいじゃんと思ったけども、そっからね、はい、あの自身の一番の不安の制球力っていうところでね、はい、やっぱこう攻めていけない姿勢、ボールが多い、そこでちょっと安定したピッチングをくれないよね、はい、こんなこと言う番組ないよね。でも一人一人評価してるってすごいですよね。うん、だってあのみんな褒める時だけ褒めといて、はい、あのもう ほったらかしじゃん、まあ、どうなったかはね、うんうん、で内間投手2軍で 6.14、うん、内清流投手ドラフト6位見とこ、はい、内投手はまだ1軍出場はないですね。そうだね、うん、2軍でも 9.43 防御率、はい、12試合登板頑張りましょう。まあ高卒だからね、はい、まあ、今年2年目、はい、で入江大輝内野手、うん、1軍は未出場、2軍で2割3分6厘、うん、70試合出場、ホームラン2本、うん、うん、頑張りましょう、はい、ちょっとあれだねって感じだね。そうですか。はい、で、はい、じゃあ今年昨年ね、今年1年目、はい、石井 GM 兼監督、吉野選手は打撃、守備、走塁すべてでチームの先頭に立ってくれる選手になれると、うん、球団の今後を担っていけると、はい、いうところでね、うん、まあでも吉野、前田で対選手たちは高卒だからね、はい、それはもう未来に向けてだからね、うん、そこはもう育てるという形ですよね。そう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 、でも吉野はさ、はい、2軍で打ってたよね。あ、2軍で1割9分7厘だ。あ、そうなん、まあ苦しんでんだね、はい、まあまあでもそれ仕方ないね、はい、安田、はい、出だし良かったけどね。そうなんです、コロナにかかってね、はい、2軍にそっから上がってきてないんですよね。上がってきてないね、うん、まあ修行だね、はい、うん、で前田銀次、はい、三島みなみ、うん、まあ、まだまだこれからじゃないですか。で対投手もこれからでしょ、はい、松井智隆、智隆投手、金沢学院大学、はい、松井投手はちょっと投げ1試合投げてる、1試合か、9.00、うん、2軍では防御率 1.41 だよ、はい、13試合投げてる先発で、お4勝1敗じゃあ楽しみだね、はい、まあ、これからですね、うん、で西垣選手、はい、もう結構 1.89 1軍で、はい、20試合登板、うん、2軍では 4.50、うん、10試合だ、まあまあいい感じだね、はい、で吉川雄大投手、はい、1.80、はい、4試合登板、うん、でも2軍でも22試合投げて 1.51 だからね、はい、やっぱ1点台だから、うん、そこら辺もまあまあまあだからやっぱりね、うん、分かった、楽天は、はい、2軍の帝王が多いここをどうだ、だからまあでも、うん、帝王なれないからね、はい、そんな簡単に。そうですね、だから2軍の帝王が多いから、うん、早くそれを脱却して1軍の、うん、で能力を発揮できるようにならなきゃいけないね。そうです、あと佐藤さんちょっと忘れないでほしいのが育成1位の宮森投手なんですよ。お、二軍の帝王から育成で、はい、で一軍いけてるね。俺だってもうフェニックスリーグで俺宮森と宇田川を早く支配下にした方がいいって言ってるから。そうなんですか。ねえ、見てないんチャンネル。どこで言ってました。ここで言いました、うん、私聞いてました。それはあの毎日俺の動画をチェックして見てたら見てると思うけど、はいはい、あ、そうチェックで言ったってことですか。あのフレッシュオールスターチェックっていう我が手を、 あ、それ見てないかもしれないですね、うん、ちょっとショックやな今の。あ、そんな褒めてました。これショックやな、みんなこのチームとしては確かに言いました、うん、あ、そうですか、うん、オリックスの宇田川と宮森は育成だけど、はい、その早く支配下にした方がいいから、はい、俺は活躍できるって言って、はい、でその後宇田川も宮森もすぐ支配下になって、はい、両方とも頑張れてるじゃん。佐藤さんすごい。え、見てない、はい、こうバッとうわ食らったなちょっと帰ったら何
って言ってたか見ていますいやでも今すごいんですって。ちょっと知ってます。あ、知ってます。それは俺はもう袴田さんが知らない時から知ってます。あ、そうですか、はい、まだ3桁の時から知ってます。はい、あんな今19試合になったかな、うんうん、無失点で、うん、当番から、うん、しかもじゃあこれ知ってます、お兄ちゃん YouTuber やってるんですよ、宮森投手の、うん、俺はもうそういう人の家族構成とか全く関係なくて今のその目の前のやつだからチャガバランっていうYouTube チャンネルやってて、でそこで結構宮森投手のことをお話ししてて、はい、まあ、家族全員背高いんですよとか、いや俺が宮森言ってることは聞かないでそのチャンネルは見てんだ ね、 そうね、うん、ど遺跡これその宮森のお兄ちゃんのところに全然野球 YouTube じゃないんですよねしかもあの3人組でやってるんですよちゃんと、で皆さんあの見てみてください。あのまだプロにかかる前の宮森投手が投げてるところとか撮ったりとか、うんうん、そうなの、うん、俺の宮森表は見てないのに、はい、よく見てるね。そういうところだけチェックしてるんでさあということでね、ランクどうですか。そうだね、ランクはこちらです。はい、 C プラスです。うわー、でもやっぱ C か。いや、そのやっぱ期待されてる人たちが頑張れてない、うん、早川とか、はい、やっぱりで、うん、ピッチャーとかもこの高田、藤井とかね、はい、まあ、今年のルーキーも西垣選手、吉川選手は出てきてはいるけれど も、 でも、うん、ここからかこう、ね、で19年の、うん、まあ、こう一番大事なところでも、はい、ちょ滝中が今年良かったらね、はい、B になってるんだけど今年悪いっていうところと、うん、はい、小深田もね、まあ、去年ちょっとあんまりだったけど、まあ、頑張ってるよね今年はね、すごく、うんうん、で黒川もだからまあ C プラスだね、はい、うん、ここなんかそうやって見ると、うん、やっぱり DeNA って結構すごかったなと思いますね。よかったよ、はい、牧と伊勢だよ、はい、出てるっていう、球界を代表するっていうのがいないとやっぱり A になれないじゃん、うん、そうですね、うん、でもまあ期待値はね、あの正直、はい、ロッテとかよりいいよ。ああ、そうですか。だって2軍の帝王いるから。あ、そうそうそう、2軍でいい成績、2軍でいい成績残すっていうのは、はい、あの必要不可欠だからね、うん、そこでやってどうなるかだから、はい、そこで出ないやつがなかなか難しいじゃん、はい、だから期待値はめっちゃあるよ、うん、だからこれだから来年になったら、うん、本当に A とかになってる可能性も十分あるからね、うん、高卒の方たちが、ね、うん、あとあれ結構出てくるやつ多かったねっていう、うん、未来に向けては評価はもうちょっと高いけど、はい、今の今日ってなった時には、まあ、それぐらいかな。でも、はい、面白い、楽しみな選手いっぱい多いから、今後楽しみですね、うん、あと早川がもうちょっとどうにかならないとね、はい、っていうところはやっぱチームとしてはあるね、うん、はい、はい、